ここ、あ、中央公園来る？来る？中央公園って言って、新宿駅から5分ぐらいだよ。LINE 送ったわ、バスケさん。LINE 来てないよ。キャンピング来る？見学する？練習の対戦相手に見学されたらやりづらいんだけど。ハートありがとう。いつもありがとうね、あやちゃん。あ、遅くなってる。やべえ。遅くなってるわ。オフ会来る？じゃあバスケさん連絡待ってますね。ちょっと今から練習だから後になっちゃうけど。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー。オッケーオッケー。じゃあ後で LINE 追加しておきますね。体重10キロ増えた。うん。GG さんいらっしゃい。減量っすね。いやー、何週間ぶりだろう。トレーニング追い込みますよ。あと皆さん、バッテリーが来ましたよ。これで僕は、これがバッテリーです。これで僕はパソコン問題無限に、ここにコンセント刺さってるでしょ。これがバッテリーです。例のこいつがあるんで、もうバッテリー問題解決しました。完璧だよ。今日ちょっと長めにトレーニングするから。グローブいいよ。あのスパーじゃなくて、もしよかったらあれだよ、あのドルさんから教わったりしたのを一緒にやる。グローブ俺が持ってるから、お互い付け替えて寸止めの練習とかでもいいよ全然。二つ持ってない。だから、チャンピンが俺のこと殴る番とか、俺がチャンピンのこと殴る番、もちろん当てないけど、あとヘッドギアとか、レガースって言って足のやつ持ってるから、交互に蹴り合うとか。来るんなら全然いいよ。でも今日あれじゃないの？ドレさんとコラボじゃなかったの？ドレさん言ってたよ。チャンピンとコラボだって。片手ずつは無理だね。右と左だから。うん。明日なんだ。あ、じゃあ今から来れば、新宿いるなら。それか、トレーニング終わりに飲み行こうよ。あの、キャスバーで。
グローブつけてる方は殴ってよし。いいよ、全然。場所わかる？新宿中央公園。ここあれだよ、ホームレスダメだから、ホームレスできるところ紹介するよ。うん、まあさん、風船ありがとう。鯉のぼり、口だけ番長さんいらっしゃい。あ、ホテル、あ、そうなの。何時頃来る？オッケーオッケー。あ、了解了解。ノート見といてください、LINE の。詳細、値段とか全部書いたんで、場所とか。長谷さん、オフ会の詳細は LINE 見て。LINE のノート見て。グループ LINE の。いいところ止まってんじゃん。なんで対戦相手と練習するんだよな。おかしいよな、俺らな。本当だよね。仲いいかんな、俺と青山。まあいいんじゃん、そういう戦いもあって。なんか、あれじゃん。なんかやらせ臭くなくていいじゃん。今寿司食ってんの？ OK、 じゃあ後で連絡ちょうだい。3時間、4時間ぐらいやるから、今日は。OK、OK。よっしゃ、大会前にぶっ壊せるぜ、相手。大会前に相手ぶっ壊せるぜ、うん、やったぜ。リザーバーの選手準備しといてください。リザーバーの登録選手準備しといてください。8キロ落とします。70キロで試合出ます。来る？口だけ番長。いいよ。今から来る？喧嘩しないよ。青山意外と筋通ってるから。とっぽいけど筋は通ってるよ、こいつ。あ、いいっすよ、いいっすよ。ただあれっすよ。練習なんで本気で殴ったりしたら、選手壊れちゃうんで絶対ダメっすよ。練習一緒にやる感じだったら全然ウェルカムっす。ステッカーも1000円で、支援で1枚プレゼントしてるんで、ぜひお願いします。さっかり宣伝っていうね。77、いや、もともと60とか68とか72とかなんだけど、今回の試合のために増量したんだよ俺。場所新宿の中央公園です。新宿の中央公園。音声通話？誰音声通話したの？バスケ音声通話とかやめてね。これグループラインだから。体重元に戻す感じ。筋量は上がったから。筋肉の量は上がったから。このまま絞り込む感じだね。腕はビルドアップはしてるから、こっからあとはこの腹を絞り込む感じ。このブヨブヨの腹を。ああ、いいね、一緒に走ろう。え、場所は近いの？場所は近いの？
竹番長さん。ああ、近いじゃん。最高じゃん。そうだね。じゃあ練習しますか。あら、音出てない。ファンクション。じゃあ、行きます。体が重いね。運動神経ゼロだもん俺。あれ音出てなくない？誰かコメント書いてみて。音が出てないな。音出てる？あれ？音出てないよね？聞こえないよね？なんだろう？あ、あ。あ、あ。めっちゃ小さく聞こえる？あ、こんなもんか。あ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。俺が耳がおかしいんだ1分休憩。めっちゃ小さく聞こえてるか。はい、頑張るよ。ありがとう。体がなまってます、非常に。はい、ワドツ。おちんちんいらっしゃい。
何時くらい？ 3 時間くらいじゃ、今から。3時間くらい。鯉のぼりありがとう。あずきちゃんいらっしゃい。そうだね。まあまあできるようになってきたね。ありがとう。たくみさんワード2。練習復活です。1時頃に着く。OK。30分後ね。中央公園の滝の部分わかる広場のところ。そこにいます。一緒にトレーニングしましょう。蚊がいるな。原料一番辛くて、今炭水化物と糖質を取らないようにしてますね。ドリンクからは取ってるけど、お米とか全部カットしてます。ジェイさんまた2。青山が来るね。絡まった。俺腕長いんだよ、異常に、うん、腕長いんだよ。リーチがめちゃめちゃ長いの、ほら長いでしょ。普通身長と同じ幅になるんだけど、俺あの185あるんだよ、リーチが。めちゃめちゃ長いの、腕が。だからね、あの多分ね、枠締めてって見えなくなるんだよ。こうやって子が、おぉ、近くにいんのかな。身長はね、170ぐらいです。15センチ長いんですよ。長いでしょ。
すげえ腕長いの。身長と比べるとわかるよ、腕の長さ。長いでしょ、ブーハーさん。なんか、マシバみたいな感じ。かなり長いですよね。そうなんですよ。あ、いいっすよ、いいっすよ。全然構わないよ。いや、俺インファイターっすね。アウトボックスとか器用なことできないっすね。てか、キックボクシングだからルール。ムエタイだからさ。のんちゃんに連絡しとこうか。のんちゃんに連絡するわ、ちょっと待って。あ、そうなんだ。亀尾さんはどつ、のんちゃん？はい。あのさ、青山が来るんだって。今から俺のところに。もしもし？あ、青山、もしもし、聞こえる？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 のんちゃん。聞こえる？ちっちゃく聞こえる。あのね、テルチャンピンが来るから、ヘッドギアと、うん、足のグローブみたいなやつあんじゃん、レガースってやつ。足のやつとヘッドギアに？うん、持ってきてくんない？持ってきて。はーい。お願いします。後ででいいよ、料理作り終わったらで。火止めてからで。火止めてからでいいよ、料理作り終わってからで。うん。お願い。はい。そうそう、テルチャンピンが今から来る。すごい腕長いよ、ほら。長いっしょ。すげえ長い。生まれつきっすね。亀尾さんはどつ？いや、練習してた頃と違うわ。すごいあったかいから汗が滝のように出る。前寒かったじゃん、冬だったから。全然気候変わってるよ。草ぼうぼうに生えてるし。練習しやすい。体が冷えない。すごくいいわ。汗がすげえ出るな。8キロ落とします。70キロか69キロ台で挑みます。僕は目標8キロ、あと1ヶ月。で、食事制限も入れました。
そうっすね。まあ、1ヶ月で15キロ増やしたんで、そっから絞り込む感じですね。いや、ベンチプレスとかやんないです。筋トレ系はもう全部カットしました。技術を覚える方を優先しましたね。青山なんか、いや、暇なんじゃん。わかんないけど。暇なんでしょ。あいつは練習しないから。入場曲はもう提出したよ。決まってる。もう提出したよ。便所さんに。便所さんが編集してくれてる。なんかバンテージなくしちゃったんだよね。バンテージが片方ないんだよ。どこ行ったんだろう。ヤマトの歌じゃなくて、俺のはドゥッテツテツテドゥッテツ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 タッ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 ってやつ。はい、中ちゃんいらっしゃい。ここはね、新宿で一番でかい公園かな。都庁前の公園。新宿中央公園で Google Earth で検索してみて。家探せばある。あ、まあもちろんね。試合配信にも、上がりますし、動画にも上がりますし。便所太郎さんっていう人の枠なんで、ぜひ。あ、俺も後日放送するから、フォローして。ありがとう。もしよかったら初見さんフォローしてください。6月10日の大会まででもいいんで、応援よろしくお願いします。トイレットペーパーって何？何トイレットペーパーって。フォローありがとう。3分間パンチ蹴りをブンブンブン回せますか？ 5 回戦マジ。やってみましょうか。シャドウやるんで。でもあれだよ、そんな強くやんないよ、最初のラウンドとか。まあ、5ラウンドすごいっすね。まあ、今、1ヶ月、2ヶ月ぐらいトレーニングやってるんで、3分は確実に持ちますよ。コンパクトに打つ癖つけてるんで、ぶん回さないですね。あ、トイレットペーパーってバンテージのことか。絶対ダメだよ。ダメに決まってんじゃん。
今日誰もいないね。なんだろう。いつもあのスケーターとか自転車とかいるのに誰もいないわ。みんな帰ってんのかな、実家とかに。ゴールデンウィークだもんね。3分間パンチの権利もぶん回しました。ノンストップ。ノンストップ5ラウンドはない。1分間、あの、インターバルは必ず挟む。里帰りだね。この広場だけじゃないかんね。この広場の5倍、6倍の面積あるから。ここは広場なのよ。広いでしょ？ここは滝の前なんだよね。今日のんちゃんね、今荷物持ってきてくれるよ。今、ご飯作ってくれてる。そろそろ来る、1時ぐらいに来るって言ってたね。はじめまして、かっちゃん。よろしく。楽しんでいってください。バッテリー届いたよ。ほら。これがバッテリーです。パソコンの横に並んでるでしょ。これでもう、外配信無敵になりました。前はね、1時間半とか2時間で練習終わっちゃってたの、バッテリーの都合だったんだけど、バッテリー買ったんで、これ5万円です。5万円のバッテリー買いました。ムエタイですね。ムエタイです。いや、俺のリスナー、ストリートファイトで4年飯食ってた人とか、柔道日本3位の人とか、あと、すごいんだよ。格闘家ばっかりで。あと、プロ格闘家が教えてくれるって今度。うん。そうだね。すごいでかい機械だね。一応計算上だと18時間持つ。少なく見積もって18時間。
それ。お疲れ。ギアトツ2、ありがとう。ギアトツ2。はじめまして、ワドです。ギアトモの、トモト。トモトさん。はい、トモトです。よろしくお願いします。シャンビー、お疲れ。じゃあ。ギアトツ2いただきました。ありがとう。これやっぱ俺も加算されるわけないから。そうでしょ。やっぱ俺も加算されるだし。うん。ありがとう。54名になりました。ギアトツ。なんか誰か来るみたいやんな。彼女が来るのと、配信者がなんか来るんだって、こうちゃんっていう。こうや。で、あと、もう一人リスナーさんがモス来る。ああ、すげえ。この対戦相手がスパーで。スパーしない方がいいかもね。え？スパーはしない方がいいかもしれない。よし。ここに動画あるから、今レガースとあのあれ持ってくるから好きに。喫煙所がそこ。了解です。うん。水は向こう。あ、SR さんどうも。格闘技やってないっす。我流ですね。タイガーマスク強かったよ。すごいな、やっぱ。いや。え、これなんなの？バッテリー今日買ったの。これ配信用に。これはすごいわ。やばいぞ。これやばいぞ。これいくら？これ5万。で、これいく、どんだけ分？これ何これ？スマホだと40回。スマホやと40回。フル充電40回で。これ？で、パソコンが15回だから、20時間ぐらい放送できる。やば。やばいでしょ。これ今日届いた新兵器。すげえ。うん。多分ね、配信会でこれ買ってんの俺だけだと思う。だろうな。これ災害用のやつだから。うん。だろうな。うん。あ、青山質問来てるよ。え？リスナーさんが、亀尾さんから。出た。出た。そっちのリスナーやんか、もう。はい、リスナーで行きまーす。はい。なんすか？今一度聞きたい？なぜそこまで青山は鍛えないのか？最初バチバチでこう練習しとったんだけども、ちょっとね、体調不良で、ずっと寝込んで、で、体重が4キロマイナスになって、もうそっからもう一気にガクーンってやる気なくなっちゃったっていう落ちたわ。バカ。まあ、やりたいのやりたいの。やっぱ頑張るよ。めちゃくちゃ怖い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 。めちゃくちゃ、すげえ。いや、靴かっこええわ、それ。靴かっこええわ。ちょっと綺麗やな。すごいな、やっぱ、PC。ダメだ、折れた小指いて。え？骨折してる。二つ、すねと小指。あれ、つきて。俺もじゃあ、軽く走ろうか軽くじゃあ、トモヤも走ろうか俺も走んの俺も走んのせっかくやで走ろうかせっかくやで。みんな。せっかくやで走ろうか。せっかくやでみんな走ろうか。今は旅は中断中だ。うん、捨て頃まで。機材揃えたりとか。走る？じゃあ走っちゃおうか頭に潜ってみてます。ああ、ありがとう。曇ってんの。こちらだってパソコン配信だもん。すごいな、やっぱ綺麗やな。画質は全然違うよね。どうもどうも、手紙に来ないです。パコツーマネユこれ、ラウン、ああ、そういうこと、あ、ラウンドみたいな。そうそうそう。すげえ、本気や。本気だよ。俺の対戦相手本気やわ。やばいやばい。負けちゃう。本気でやってないのお前だけなんだ。いや、どうなんやろ。みんなもう。パルパルとお前ぐらいだ。パルパルも出るんやから。パルパル柔道。ナーボート。ナーボート。ナーボート柔道あ、だって、投げれるパルパルを。別に投げようと思ったら投げる。柔道やったんですか。おお。ただその、投げ方だよ。やり合って、投げるか分からんけど。今朝掛けみたいな感じで。
足さばいて投げるんですよ。落とす感じだよね。わざ使えば投げれるよ。うん。リスナーさん来ないね。あ、そうそう、柔道してたんですよ、昔ね。すごいな。和道の価値。ああ、それはまずやばい。やばい。毎日1時間半やってたからね。ヒカルくんのところで2時間。あの、ヒカルくんのメニュー知ってるでしょ？あれ全部一緒にやって。あれ無理やった。お、正義の味方いらっしゃい。ナオボ柔道黒帯だっけ？なんか強いんだよね。なんか動画見たことあるけど。うん。なんかすごかった。結構真面目にやっとったみたいな。うん。やべ、つけちゃった。一応やったんだよね、何を総合格闘やってんの。まあ、トシキのジムでたまにやらせてもらうけど、まだ2回しかしたんだよ。どうも闇は盛りがかり。あと1ヶ月でボコボコにされるな。やってる、タタタタやってる。前も見せたれ、見せたれ。何恥ずかしがっとんねん。恥ずかしい。何言っとんねん。恥ずかしい。お前も見せたれよ。さささ言うてる。ささ。すごい。とりあえず3点取る。はい。お疲れ。あ、こんばんは。ノンタン。ノンタン。はい。ノンタン。ノンタン来ました。え？あ、見つけた。ありがとう。ノンタン来ました。こんばんは。もう帰る？あれ帰ってた。遊んでけば。まあいいじゃん。見てる。ミスターさん、ノンちゃん来たよ。こんばんは。練習やってないふりしてちゃっかりやってるのは見れてんぞ。やってるかな僕。やってると思うかな。俺大体基本的に誰かとおるからね。やっか、大体。あ、そうなんだ。ナーボ耳ゴリゴリに潰れてるってよ。え？あの、柔道畳で潰れるじゃん。ああ。だからやってるんでしょ、ほんとに。それ何なん？バンテージ。バンテージ？うん。何それ。分からない。分からない。ギュッと握れるんだ。ああ。バンテージは違う。シャドウやるときとか意味ないんだけど、俺の練習だと。なんかそう、気持ちを高ぶらせるために。かっこいいじゃん。なんか巻いてる、巻いてる姿とか巻いとるのは見るのかっこいいからな。すごい。中二病だよね。お前じゃ何巻く？俺じゃ何巻こうかな。そう体重57キロ。サッカーで J1 だか J2 だかって何なのあれ。え、なんかサッカーでスカウト来たとかなんか言われてるじゃん。あれ何なの。俺、うん、スカウト来てないの。海星高校や。え、海星なの。え、海星出身なの。海星高校に、先生がサッカーしに来やんかって言われて行ったんやけど、テストで落とされた。スカウトはされたけど、資格はなかったんだ。そう。なんだ？え、海星高校、とんの逆に。知ってるでしょ？だって海星強くない？そう。そんな強かったよな。偏差値がやばい。頭いいからな。え、じゃあ、トスキーはあれやな。あいつは、一番バカのクラスの一番バカやな。大丈夫、平日だけど、食ってんのにさ、逆流性なんとかなんとかで、なんか、こう、うー、なんねやもん。今体重どれくらいなの ?57。やば。俺78だよ。今。サンダルやん。え、サンダル。大丈夫でしょ。
公園内で完全に迷子。真ん中、ど真ん中っすね。食ってんのど真ん中の広場っす。もうすぐ分かったからな。もうあの辺からタクシーのうんちゃんが。いや、だってここしかないもん、止められる。あっちにキチガイがおるわ、つって。誰がキチガイじゃん。どうだろうね。それがそう、サッカーできることが唯一の自慢だったから。面白みに欠けるわ。俺の責任じゃなくない？テルが来るっつったんだから。そう。だってもう、どっか行っちゃうんやろこれ。いや、俺もう1ヶ月ここでずーっとハードトレーニングで。嘘？ドレさんとヒカル君とバチバチやるよ。あと1ヶ月間追い込むもん。嘘？そのために帰ってきたんだもん。あらぁ。ヒカルもまた来る。あら。うん、来る。東京進出するらしいからな。うん。特に重要でもない重大発表して。食べてすぐ寝たりする生活すると逆流性食道炎になる。あ、そうなんや。あら。っていうかさ、旅配信者ってみんなクマすごいじゃん。俺も青山に言ってたじゃん、クマすごいって。俺もやってたらクマすごかったわ。本当に疲れ取れないね。あの、見えないストレスが半端じゃない、旅配信。やってみて分かったわ。まず体に悪いよ。血管どれくらいあるの？いや、こっちそんなに。お前120いんの？てか最近女の子増えたよな、青山。それよう見とんな。いや、見とるよ、見とる。コメントしずれ。ギャルめっちゃ叩かれんだよ。そう。は？テルチャンピオンは練習してます。あなたみたいな人には負けません。あなたは配信で見せてるかもしれないけど、青山くんは隠れて練習してるんです。やめてください、そういう発言。うざーとか思って。テルチャンピオンの客層、うざーって。誰や言ったの。囲われすぎ。誰やね言ったお前。真面目かよ。本当に。アイドルじゃねえんだから。やめてくれよ、お前。まず練習しないからもう。ちょっと嬉しいわ。そこからや。ちょっと嬉しいわ。お殺されるのはあなたです。戦え。俺が知らんとこで戦っとけ。グローブ。体操着よ。やるの。うん。一人でいいよ、鳴らして。モンタン VS ワロ。マスピースさあ、どうする、どうする。マウスピースもするよ。当たり前じゃん、歯折れる。なんだよ。すごい避けとるもんな、すごいな。なんか見えるんだ。すげえ。今の誰？スクリーン。俺とつけるのある？え？俺とつけるのある？いい。お前入れていいよ。女の子の頑張ってる姿見ると可愛く見えてくるな。じわじわできた。これさ、練習にならないと思ってるでしょ。やれたら本当に痛いよ。やってみ。もうじゃあ右手と左手でやらなきゃ。いいよ。いいよ。
これ手出さないから。新宿中央公園だよ。ハンバーガーが来た。え？ハンバーガー。ハンバーガー来た。アイテムお願いします。ハンバーガー来ちゃった。オンチャンでやってたらダメだよ。え？いや、じゃあやらへん。本ちゃんで当てるんだったら俺も本ちゃんでやらせろ。じゃあ OK。 じゃあ右手つけて。左利き？いや右利き。うん、グローブつけてる方が本ちゃんで当てて。怪我するよ。え？怪我するよ。でもこのやり方しか分からんねんな。いや、これくらいね、こういう感じで。これだったら怪我してないから。え、顔は？いいよ。蹴りやすい。え？蹴りどうしような。どうしよう、俺、蹴りなしでしょ。蹴りなし。うん、手だけ。1分間ぐらいにする？ 1 分間がいい。うん。のんちゃん1分測って。右だけってやりづらいんだけど。逆にする？俺左の方がいい。手をまくって。え、本気で？いや、本気は危ねえって。え、でもだってさ、待て、試合って本気じゃないの？いや、本気だよ。怪我するじゃん、試合まで。わからんな。かけるのかな？ 9、8、1 分間？ 7何ワーマンに教えてもらったようにやるの？分からへん、もう忘れた、そんなどんな感じでやったらやろ。まあボディは倒れねえよ。うん。お前ちゃんと避けれと。反射神経いい。ねえ。うん。すごいやん。で、あんまり。息上がってんぞ。すごい。これ3ラウンドあんねんだっけ。しかも3分、しかも3分、しんどい。これの3倍が3ラウンドあるってこと？これ勝ったな。いけるわ。完成なんか今の。自信ついちゃった。俺いけるわ。自信ついちゃった。うん、もういった。いったわ。いった。できました。休憩しようか。タバコ吸う？うん。タバコ吸おう。どっちもボクシング経験者じゃないですよ。両方ともど素人。両方ともど素人っす。休憩入れます。
どうも、200名さんいらっしゃい。楽しんでってください。おー、どうもどうも。おいっす、お疲れ様です。こんばんは。おいっす、ワドです。おいっす、おいっす。若い、若い、かっこいい。おいっす、おいっす、おいっす、ワドです。よろしくお願いします。今ちょっと休憩入れようと思って。口だけ番長さん。リアトスカウント入れていいですか ?55 人目に。ありがとうございます。55人目。俺あるよ。あれ？うん。よいしょ。稼いでっかんな、最近花火で。見えてる？イケメン来たよ、イケメン。青山勝てるな、これ。青山弱え。青山弱えわ。ベンチプレス上げらんないよ。上げたことない。サンダラだったしね。うん。それもあるか。パンチがやっぱ、軽い。あやちゃん、ハートプレゼントありがとう。ジェイさん、ありがとう。見れてたら手を挙げて。みんな見れてたら手を挙げて。反射神経いいな、やっぱ。いい方なんかな。いい、いい。20キロ差は結構やっぱでかいわ。見れてる。あの、やっぱね、スポーツやってたからね、反射神経はいいわ。目もいいし。空いてるところにボディに入れてきたけど、16オンスじゃボディ効かないよ。全然効かない。ゆうなさん、ハートありがとう。あれ、音はね、音だけっすよ。あと、つけてみて、なんか、ボンってやってみたら、いい音するんですよ。衝撃はないっす。実際には食らってなくても、音だけは。あれ、あれ、どれくらいかっていうと、のんちゃん持ってきてくんね、グローブ。あの、倒れることないっす。絶対。でも楽しかったし。すごい、楽しかった。楽しいよ。こんな、ちゃんとやったら。楽しいとは思わんかったわ。多分ね、基礎練の時点で嫌になっちゃったんだよ。最後スパーって超楽しいよ。の筋肉症です、うん、いいからしてる。だから、ボディいいですか？筋入れてもらって。こいつやばい。いきますよ。強めにいきますよ。痛いですよね。痛いっす、でも。痛いっす。だけど、今みたいなのは入らないっすよ。だから、隙があって、こういう感じになっちゃうんで。大丈夫っす、大丈夫っす。痛かった？いやいや、全然。いや、でもまたいい。しっかりしてる。っていうか、めちゃめちゃスポーティーな。めちゃめちゃいい体してんだけど。やばいでしょ、あれ。え、なんかやってんすか、佐藤。曲線やってんすか。ガタイやば。ガタイやばいよ。ガタイやばい。ワード2。うん。一番得意のパンチは、僕はストレートですね。左ストレート。ステップインストレートっすね。超いいから。セブンさんは黒帯だからガチだよ。セブンさんガチ。
おう、邪魔次郎、ワトツー。楽しんでて。今ね、旅一回中断してます。練習のために戻ってきて、機材揃えてます。いい体。自分で集めやらあかん道具って何やったっけ？グローブはいらない、レガースいらない、金的。これアマゾンで1600円のあるから、うん、金的とマウスピースと、これ。アバンテージ。これ2000円ぐらい。ていうか、買いに行くんだったら一緒に新宿の店行くよ。はい。うん。俺も行かないといけないから。ゴールデンウィーク明け行こう。うん。頑張ります。敵が今ここにいるんだけど。敵が。視察しに来やがった。うん。どうも、ゆうこさん。今すごいよ。毎日来るだろう。リスナーさんが2人と青山とのんちゃんいるから、ワイワイしてるよ。誰のガタいいの？ガタイ映していいっすか？曲線やってるんだって。ガタイめちゃめちゃいいよ。超絞ってて、ウエストが。やばくない？うん。なんだっけ、小手半。うん。なんだっけ。小手半、名前。あ、口だけ番長です。口だけ番長だ。見てるだけです。そう。口だけ番長さん。ガタイ超いいよ。胸筋もバキバキだし。なんかね、アスリートだよね。陸上選手っぽい体と、あと、なんかボクサーっぽい体まずだような。すげえいい体。これ勝てないよ。極真。極真だって。極真何帯なんですか？いや、でも初めて僕、3年ぐらいしかやってない。なるほど、なるほど。これ強いよ。今来てくれた一緒にトレーニングしようって。うん。テルチャンピン倒してください。今やっちゃうか。今やっちゃうか。今やられちゃうか。うん。いや、無理無理無理。無理無理。なんてなんて。うるせえや。お前今から来いよ。ドロンパ。ドロンパ。練習しようぜ。ドロンパ。いや、ほんといい体だな。いい体、いい体。こんなんだよね、やっぱ、リング上がってかっこいいのはね。腕太いし、いい体、イケメンだし。いくつなんですか？25です。あ、若い若い。え、青山がいくつだっけ？24。4か。もう同世代ぐらい。はい。うん。風船ありがとう、サマジロー。うん、いや、すごいよ。本当に。昨日だってゴリナミオさんいたじゃん。ゴリナミオさんは、日本の柔道大会で、日本で3位なの。日本3位なの。で、地下格闘技25戦の達彦さん、ストリートファイト4年飯食ってたタイガー、どれの深夜食堂とか。俺強いやつとしかやってないもん。スパーリング。荒野がつくみたい。あ、荒野って子が来るらしいけど、知ってる？荒野って人。あ、見たことあります。最新は見たことあるけど。どっち？どっちに来たやつ。うん。なんか、自称気違い。多分、嫌いなタイプだと思うで。イラッとするよ。俺だって普通にイラッとするもん。あ、そうだったら。いいんだ。あ、だからそいつもやらしたらいいやんか。とりあえずスパーリング。スパーリングとして。いや、めちゃめちゃ本当に強い人ばっかりだからね。ドレさん20年格闘技やってるし。ドレと明日会う。うん、ドレさんに教わった方がいいよ。めちゃめちゃ強いから、うん、お前のテロップなんだこれ。それはこれぐらいのやっぱ意気込みじゃん。水買ってくる。のんさん、放送さばいて。いえ、いつもどれくらい走ってるの？宇宙の集まり。こんばんは。やっちゃう宇宙の集まりってやめて。やっちゃう宇宙ってなんだ。そんな集団見たことないわ。めっちゃ怖いやん。恐ろしすぎやろ、そんな集団。誰もやってないですよね。まだやってないですね。コメント止まってるのか。久しぶりや。こんばんは、J さん、こんばんは。35ポイント。なんでもいいです。
お久しぶりです。いらない？ポカリ？ポカリな、ポカリ自分で買って、向こうだから。久々に、ほんと久々に手応えやったやろな、お前。でも手応えやったら、和田はボルビックね、なんか主回収してるんだけどさ、飲まない。ボルビックなんか、やばいらしい今。今ステッカー、ああ、ありがとうございます。頂戴します。ご支援いただきました。ありがとうございます。ご支援いただきました。俺のリア友からご支援いただいとったわ。青野さん、さっき飲んでたら、今度強くなる。ゲボ出すわ、多分、相手の顔に。うん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 、って。いきなり。すいませんと。おねしょ、おねしょか。大抵は先のことおねしょするから、ヒカルの顔にしょんべんするだろ。アムチンの、ベッドで布団でおねしょしたろ、うん、で、まあ、温泉でワンタロンの背中で欲しい。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。全部配信。マッチのことは何でしょう。友蔵さん、開かない。全部配信がいいですね。バレるかなと思ったよ。バレた。ワンダローに限ってはバレた。バレやもんない。あ、そうなんですか。え、こっちですもん。もうだって、絶対頭洗ってんだよ。その後ろで、ちょっとかけたら。ありがとうございます。ワンダロー。よろしくお願いします。で、布製なんだけど、服とかにも貼れるんですけど、すぐ剥がれちゃうんで、機体ハードケースとか、こういうプラスチック素材だと剥がれないんで、こういうのに貼るといい感じです。よろしくお願いします。それをちょっと当たれよ。あれに横のベルトのポケット右側。のんちゃん元気だよ。いやー、本気のスパは誰もやってないですよね。おー、まだ一回もやったことないかな、俺は。うん、恵まれてますね、本当に。やっぱトレーニング中水が一番いいな。トレーニング中は水が一番うまい。ジュースダメだ、余ったらって。J の意見どう意見だ俺。いや、聞いた？ギャラあるな。ギャラプラス立った本に。あ、聞いた。商品。聞いた。値段聞いた？値段聞いてない。これも。いくら出んだろう？これぐらいしか。そんな出ねえだろ。え、出せやろ。出さねえだろ。え、出せやろ。MVP じゃんや。だって、勝った方全員に渡すんだよ。8試合やんだよ。80万、出さねえ。勝った人に。そう、勝った方だけに出すの。ギャラは普通に出して、聞いてないでしょ、うん、で、勝った方だけに出して、さらに全試合の MVP にも1人もうプラスに出す、うん。ギャラは負けても出る。出る。それだけだったんだけど。ギャラどんなもんだろう。え、ギャラ聞いてないよ。聞いてない。うん、結構もらえるじゃん。だから、便所さん結構出してる。でも、便所さんは普通に全然もう、もう、なんつうの、取り分ない。だから、ほんと宣伝に。盛り上がったらいいかな。そうそうそう、第2回、来年もやりたいって言ったから。選手、すごい大事にしてる。お前、あんまりサボって不甲斐ない結果やから、次呼んでもらえない。けど、次出たくないんだよ、ほんとは。俺、分かってるから。もう、たぶん、こんな、何、もう、はい、明日試合やったら、多分行くと思う。なんかこう結構なの長い間をちょっとガチ勢になってきて嫌なんだよ。それは分かるの。しばらく期間空いちゃう。お前たちの場合では絶対負けたくないわ。あ、何だこれ。こんにちは。こんにちは。スパリング勝利。はい。スパリング勝利。普通に来ました。おいすいす。はい、ぜひぜひ映ってください。
はい、あ、知ってるわ。知ってます。知ってるわ。あの、最近ちょいちょい上の方来る子だ。そうそうそう。なんだっけ、あの、なんか歌舞伎町で殴られたとか。そう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 。そうだ、わかる。知ってるわ、こうや。殴られて、メガネが取れる。そうだ。こうやくん知ってるわ、俺。ありがとうございます。うん。お前はまだ無理や。よいしょ。じゃあ、カウント入れます。56人目のリアドッシャです。今放送回してんの？今放送回してます。うん、全然いいよ、全然いいよ。うん。新宿の人なの？いえ、埼玉です。え、何？たまたまこっち行ったの？たまたま今日新宿に遊ぶ予定があって、おうおう、配信の予定があって、はいはいはい。来ました。いいよ、つって全然。どうも。もうすごい。知ってる知ってる。最近伸び盛りの方が。ありがとうございます。あざっす。どうなんすか。いや、なんでマスラン。いや、バッテリーがちょっとないんで、うん、1日やってて。そっかそっか。 USB のコンセントあんの？あります。うん、置いて。あ、ありがとうございます。めっちゃメンチ切っとったよ。めっちゃそんな見やんでええやろ、中華街こうやろこと見とったよ。まだとこうやを潰してくれ。じゃあ俺こうややるから、じゃあワドやっちゃう。どういうこと？俺がお前がこうややるから俺がワドや。そう、どういうこと？そう、どうなの？ね、とりあえず殺しよう。とりあえず、とりあえず殺しろ。歯当たれた、キュッキュ。あ、そういう時だと思ってきなよ。ね、お前マジ何言ったん？何言ったん？怖いよ。よいしょ。こうやくん来たね。最近伸び盛りの子じゃん、知ってるよ俺、あの子。うん。そう、喫煙者やから、そうや。2メーター10センチあんの。でかっ。喫煙者やで、お前、罪なの。そうです。でかっ。絶対負けるじゃん。絶対勝てねえよ。俺、170ですもん。2メーター10って、どれくらいチェホンマンよりでかい？なんか、ガールズバーで、なんかライター、もらいました。もらったよな、ね、それ見てたの。ねえ、こうやくん、最近人気だよね。見たことあるよ。盛り上げてる子だよ。練習つけてもらったらってどういうこと？俺、自主トレやっててみんなが集まってきただけだけど。自主トレだよ、あくまで。ステッカー買います。あ、本当にありがとう。はい、販売っていう形じゃなくてさ、一応1000円もらったら渡すって感じだけど、いい、1000円なんだけど。はい。ありがとう。あずます。向こう行こうか。はい。うん。よいしょ。向こうにステッカーあるから。ちょっと来て。はい、あ、のんちゃん、グローブ持ってきて。練習再開しまーす。見えてるよ、みんな。オッケー。あ、ありがとうございます。はい、頂戴します。はい、ありがとうございます。こうやくんからご支援いただきました。ありがとうございます。ええなぁ、すごいな。俺にもご支援ないんだ。ボソボソうるさい。欲しい。これあのこういうハードカバーとかだと剥がれないから、はい、布とかにも貼れるんだけど、はい、あのなんか鏡とかなんかそうハードケース系にやるといいです。ありがとうございます。わ、うん、かりました。小林さん、ありがとう。今後ともよろしく、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。はい。盛り上げてるな最近。ありがとうございます。頑張ります。ます。ご支援。
あとで LINE 交換しよう。はい。練習します。こうやくん何歳なんだろう。いくつなの、こうやくん。21歳。若っ。出演者。若っ。出演者です。21だって。あ、風船ありがとう。福山通粉さんいらっしゃい。福山通粉は俺成田空港で働いてたから懐かしいわ。うん。いや、気違い系ってみんな真面目だよ。のんちゃん20分。あれ？タイマーがない。はい。20分。20分？走る。走る。走ろうか。よし、おこうや、走んぞ、あよ。はい。オッケーや、あよ、行くぞ、あやったんで、やったんで、早い早い。花火ください。
分50秒。ありがとう。はい、そこ走ろう。はい、そこ走ろう。走ろう。走らんかいやあれ。1分30秒。15秒。
秒。頑張れ。あと8分。もう絶対やらん。飲んだましょう。4分11秒。
10秒。2分45秒。あ、早いかおい。でもさ、結構走れることだよね。走れとった。どうやな、おい。4分30秒。まだやっとんの。ああ、まだ始まった。これあれあれやな。5分追加で。勝ったわ。勝ったわ。お前ちょ来いよ、ちょ来いお前、ちょっと来い、ちょっと来い、酒を飲んでるか待ってくれ、若林は来い、ここに来いよ、酒を大量に飲んでる、若林は来い、おい高野くん来て、酒を大量に飲んでるんです、ちょっと高野くん来て、離れた、でっかい。3分22秒。俺これで勝てるもん。お前サンダルで4走れんな。俺これで勝てるもん。ぶっちぎっとったからな、お前、俺のスピードは。酒飲んでるからやばいよ。どうでもよ。起きて。酒飲んで。お前そこで歩いとったな、さっきお前。
悪くないです。え、悪くない。ここでもうはぁ、あ、はぁ、あ、って悪いてましたやんか。いやいや、違います。え、一周追加や。一周追加いくぞ。一周追加。2分45秒よ。いいよ、ついてこいよ。これで荒野倒れたら青山のせいな、バカだ。は？倒れたもんが悪いんだから。ああ倒れるまで走るやつがおるからあかんねん、そんな。無理やったら無理でいいんだよ。ああ無理なら無理でいいから。1分34秒。まだ走れるんやな、これ。自分で走っててびっくりしたもん。あ、これ走れるやんと思って。途中でもう5分ぐらいから歩こうかなと思ったけど、わざわざ走るなんか走ってんだ。走ってるの。僕に負けないように。58秒。でも見て、みんなポカリ水。俺。俺5個の紅茶、最高っしょ。ああ、サッカーしててよかったわ。お前何やねん、何やねん、何やねん。昔から体力は自信やったやって、マジで。2分半っていうか2分半が追加。何の追加だこれ。これいつも追加してるんですか。たまに追加して。あ、たまに。自分に甘えない、甘えないっていうことですよね。ためになります。ちょっとずつ伸ばしてる。あ、ちょっとずつ伸ばしていく感じ。5分です。で、次さっき2分半という。あ、で、次何分ぐらいと思いますか、予想では。今度の練習の2分10秒。今度の練習の時にまたちょっと。ああ、そういうことですね。自分に甘えないっていう精神で。ちょっと悔やんだらよかったと思ったよ。いやいや、走るうちちょっとしてよかったですよ。ちょっとあれ、なんで気づもうたんやろみたいな。頑張って走っとんのに青山がめっちゃ煽ってくるよみたいな。酒飲んで走るとやばいっすもん。やばいな、さっき喫煙者やもん。1分36秒。え、だって名前何やった。荒野です。え、違う違う違う、ちゃんと荒野喫煙者。いやな、うん、そりゃ偉いわ。そりゃ偉いって、喫煙者もんだって。しかも、ハイボール10杯以上飲んで、あ、ハイボール。ハイボール飲んで、さらにウイスキーを。ウィーやろ。ストレートストレート。ウィーやろ、そこ。うん。いや、もうすごい普通の、この、な今どこ東京。え、あれ一人増えた。スッティコーラ、スッティコーラ、エイオエイオ、スッティコーラ、スッティコーラ、エイオエイオ、スッティコーラ、スッティコーラ、エイオエイオ、ワンタイムチャンス。スッティコーラ、スッティコーラ、お疲れ様です。サンダル早い。
2分半追加。頑張ってるから走りたぜよ。パン買ってくれ。パン買って。いいよ。行くわ。おバカ。レモンサワー。え？いや酒やん。近く通ったよ。うん、2分15秒残り30秒とか5分追加って何やだから自分に甘えない。それがワドプロ配信者。気持ち悪い。座りましょう。え、いいよ。どこでいいよ。やるか。はい、いいよ。グローバルの方は、うん、ガチなくていい方。え、ああ、オッケーオッケー。あ、で、右がジャブみたいな。そうそう。そう。いや、あーだ!1 分30秒。ベッドギアあるかな。怖い。おい、初手で行ったよ。初手で潰れたよ。おぉ。いた。ジャブ早っ。追いつけん。バチコーン。いや、バチコーンって言った。頭いったー。おもろいやろ。これ、ワンドロープロ配信者。いった。途中のが上がったわ。58秒。なんで俺殴られなきゃいけない。何しに来た？いや、遊びに来ただけだ。近く通ったね。他おしっこしたらいい？え？いや、アパホテルでおしっこかけんのやめて。僕がおしっこかけたらいい？じゃあ本当に、はい。あの、おしっこかけ、俺がかけた、ワンタロアです。はい。こいつの背中に、こう、温泉でこう、バーって洗ってる時に、俺がおしっこを後ろから背中でバシャーって入れるから。30秒前だまた追加来るわ。かけられた今日。かけないで、お前、配信外でかけられてる。配信外でかける。やばい、やばくなって、やばくなってる。どういう展開じゃあね。合わせよ。何と戦って。あれ、イメージ伝わってるよね。俺見えるよ。なんか押してるわ。どういう場面の時のやつだよ。今夜、和道がイメージしたのはそれだった。バキ見てないし、わかんない。バキ2なら今、感動するシーンだ。ヘイスー。すごいな。ヘイスー。四流だな、みんなな。タクシーすぐ止めたわ。近く通ったから。ダッシュ5本。向こうから走った。たまたま？いや、ほんとたまたま。リアンがやっとんな、みたいな。そう。そこどこにいんのってなって。テルチャンピオンに絡みに行こうかと思って、最初新宿行って。そう、あれでしょ、ともとさんどうです。行こうか。いや、見てた。配信ずっと。まあ、そこそこのツレだよね。そこそこのツレや。そこからのツレや。バレるわ。頭いた、酒飲んできたから頭やばかった。お前も酒か。お前も帰れば、ワンタロー喫煙者に。こうやな、それ。こうや喫煙者。ワンタロー喫煙者に帰りやがれよ。いや、お前、こうや喋ってよ。こうや、ヘトヘトやん。本当にヘトヘト。大丈夫か？喫煙者並みのね。大丈夫か？サプリメント飲むか？サプリメント。何のサプリやん？サプリメントいくか？すげえ。やってるわ。本気のダッシュや。いや、すごいね。結構距離あるわ。めっちゃあるよ。うん。もうちょいある、ないと思ってた。サンダル？いや、俺革靴やからね。おしゃれ着やからね。で、何しに来たやった？捨て頃応援しに来たよ。え、タイ、え、ちょっと待って、引っ越したもん。引っ越した。あ、ここに戻ってきたよ。え？そう。新宿方面よ。そう。これかけてよ。これかけてよ。いやいや、明日じゃあ19時からリアトスマする。いや、本当に。いや、出ようとしてるよ。カウントすんなよ。すごいよ。いや。すごいよ、お前。もう一回やろうや。え？じゃあ俺、もう一回ジャブかわしたるわ。え、次、お前右か。俺右やで。さっき右やったろ。レディー、行くわ。よし、あっ
かわしきれーかわしきれーよ。あ、ごめん、コンタクト外れた。コンタクト外れた。何こいつ。ちょ、もう一回もう一回もう一回、なったなった。なった。あ、じゃどいよーよしよし。ね。あ、痛っ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 。ごめん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 。フックフックは考えてなかった。フック考えてなかった。フック考えてなかった。フック考えてなかった。おい、痛い、なんでなんなの、なんなの、手が出た。いやぁ、行きましょう。にゅう。ふぅ。待って待って。ちょっと待って待って待って。あ、痛い痛い。いや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 。なんで蹴りやんやん。お前、パンってボクシングやろ。ムエタイやん。あ、ムエタイか。そう。おぉもう無理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 なんだ、いや無理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 なんだ、早いわ、パンチが早い。予想外、素人じゃ買わせん、素人じゃ買わせん。こいつ何してんの。え、これの、こうや、こうや、お前何してんの、お前ほんと喫煙者やん、ただの。お前何してんの。お前何してんの、お前どういう爪痕残しに来たの。お前出身どりや、なんだ、苦労してるわ、なんだ。ゆっくりしようか。ああ、大丈夫、大丈夫です。なんじゃ、読まんわ。すげえな、ちょっと大丈夫。いやでも青山こんな、じゃ読まんわ、見せられて大丈夫か。え、結構やっとけ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 。ええ、吐くわ、これ。一周回っただけ結構心拍数やばかった。ついてくだけでやっとやった。うん。おい、なんなん。大丈夫か。もうアメリカ人に渡してもらって1万で買えるか。いやいや。買えるか。お前。買えるか。いやいや。1万あるやろ。はい、あります。返してない。返す気はない。水飲む？あ、あります。もうないやんだもん。いや、もう誰でも参加 OK っぽかった。なんなら和田さん笑ってよ。ふふって書いて。大丈夫みたいわ。さあ、ガチ走りやん。はい、和田さん、なんかわぁ、すごいっすね、トレーニング。こんなきついことは思ってなかったっすね。練習来た。え？いやいや、もう関係上わかるけど、茶化しに来た。茶化しに来た。わかる。俺も若干、お前らのこと茶化しに来たわ。こっちは本気やから。すごかったわ。どうも、対戦相手です。和道の敵です。どうも。5分休憩です。すごいな、やっぱ。そんな自信ないな、俺やっぱ。蹴りもありなの。蹴りもあり。蹴りどこまで上がるの。分からん。え、ちょっと試してみる。ここはここ目指すとこ、ここ蹴り。あ、痛い、なんで。いや、上がらんだ。なんで上がらんだ。あー、これつけて、え、どっち。あ、俺がこうやればいい。蹴る方が。なんで守ろうと思った。これで守ろうと思った。いや、怖いやん。今怖かったよ。だから、それ野球のあれじゃないの。そうやな。2枚重ねつける。どっちつけんの。まあ、そのままでいいと思うよ。え、頭痛いわ。誰か花火ください。アイテムご支援お願いします。アイテムお願いします。旅とか配信続けていきたいんで、ご支援よろしくお願いします。え、こっち上や。はい、お前和藤さん
俺の身長ぐらいあるここだ。俺と同じぐらいじゃないの？そうですね。なんで？俺より低い。どう？ちょっと同じぐらい。あ、若干高い。若干高い。が、じゃああれね、仮想ワードで全然いけるわ。花火ありがとう、特命さん。ダーン。花火ありがとう。このヘッドギアが普通に出てくる。配信者って普通にヘッドギア出てこないから、ね。出てくる出てくる。ヘッドギア貸してもらった。これヘッドギア借りた。すげえ。それつけるとどうなる？これつけたら脳震盪起こらんって噂。それね、足はいらない。あ、違う。サミこれ2枚重ねになってるから。一発一発やで。いや、顔つけて。顔つけて。一発一発やで、お前。おおおお。あ、すごい、高い。スロープつければ分かんない。あ、はい。あ、疑似ワードができる。じゃあ、そっちパンチで俺蹴りでいくわ。あ、本当に、うん、パンチの方が弱いって知ってた？試合でもつけるから、あの、つけ慣れといた方がいいよ。これで蹴る想定で。軽けて。うわ、初見さん、いらっしゃい。楽しんでてください。ボタン5分。来いや。ランニング。あー、前切りあるの。おめでとうございます。つけて。ナイスラブ。ありがとうございます。つけて。つけて。取るよ。やっと、やっと復活した。これ楽しいな。復活して。顔当たったら怖いわ。右突き出して、右突き出して、右突き出して、ちょ、右突き出して、痛い、内ももは痛い。これ楽しいな。おもろい、おもろい。ちょ、どう？実践積んだ。これおもろい。これおもろい。これでも、グローブつけるとやっぱ重くなるな。なんか重い重い、なんか違くなんない？これ何オンスだ？何オンス、オンスってあんの？これ重かったわ。試合と同じやつだ。旅で体力ついたな。よし、買ったわ。うん、ちょ、こうや、ちょっとクリジャンピってやってみよう。ちょっとこうや、俺パンツでいくわ。あ、じゃあこうやかわすだけでいいやね。かわす、うん、かわすな。声かわすだけで大丈夫。声これかわすだけで大丈夫だろ。大丈夫だろ。お前これ見えない。OK。お前顔どこや。顔これ、ちゃんと正面見ろよ。正面見ろって。前見て、前。前見ろって。前見ろって。ちゃんと前見て。じゃ正面合わせて。行くね。行くね。行くね。いや、大丈夫、大丈夫。ファイティング、ファイティングモード。あの、はい、カーンって、カーン、よし、行け、行け。よし、いいね、いいね、声いいぞ。いいぞ。いいぞ、声いいぞ。声いいぞ。当たってない、立ってない。当たってない。当たってない。3、よし、お前それ卑怯やろ、お前今の卑怯やろ。立つ前に殴る卑怯やろ。立たんねや、もう。卑怯すぎやろ。お、来た来た、あ、右腕だけで。
もうやめとけよ、テレビ。お前これもう手いじめやん。戦う深み感じられへん。ちゃうやん。じゃあ、ボディーブロー食らうわ、お前も。あ、いいね。じゃあ、ボディーブロー大変。ちゃんとつけた方がいい、ちゃんとつけた方がいい。うわ、めっちゃ怖い。遠心力、遠心力つけた。めっちゃ怖いわ。めっちゃ怖い。腰入れよ、腰。これ、怖すぎだろ、これ。いいよ、いいよ。ああ、最低。回転、回転力、回転力。最低で上等だわ。いいや、いいや、それいい、それいい。どうすん、どうすん。腹だぞ、腹。いや、こう。おぉ本能、本能だよ、本能。耐えろや、耐えろや。殺されそうだったわ。耐えろや、ボディーブローね。殺されそうだった。怖っ、見えてる、見えてる。じゃあ、前見えてる見えてますよ。前見えてる。どこだけか分かってない。持ってるのグローブじゃないから。お前もうすごい首が平気だもん。首ブロー。首ブロー来たわ。桃狙いのボクサー初めて見た。よし、来い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 。あっ、いけ。いけ。来い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 。来い。いけいけいけ。はい、来い来い。腹じゃなくてもいい。腹じゃなくていい。腹じゃなくていいよ。腹じゃなくていいよ。腹じゃなくていいよ。おわっ。当たり負けしとるやん。何なんすか、別に。右に構えてんの。わけわかんない。なんでこうだ。もうちょいバトルっぽく。古武術。楽しかった。楽しかったです。お前帰るよ。古武術で帰るか。重装が当たるわ。怖い。楽しかったか。重装が当たるわ。これや。皆さんこんばんは。出席確認します。今見てる人手挙げてください。出席確認します。2時間経過しました。探したかった。またやろう、またやろう。今ウォーミングアップが終わりました。ウォーミングアップだよ。マジっすか。うん。上戸彩さんいらっしゃい。出席確認取ります。TTMD さんいらっしゃい。ダガーさんいらっしゃい。みんなありがとね。281名さんいらっしゃい。オードルさんいらっしゃい。マナユーさんいらっしゃい。カグラさんいらっしゃい。今、ウォーミングアップ終わりました。耐震補強さんいらっしゃい。吉太郎さんいらっしゃい。GG さんいらっしゃい。メダル仙人さんいらっしゃい。任侠ヘルパーさんいらっしゃい。ピカピカさんいらっしゃい。もし、まだフォローまだの人いたらフォローお願いします。様子見て3日間だけのフォローでも構わないので、ぜひ応援してください。ポンズ大好きさん、和骨です。ニースケさん、和骨。よいこさん、和骨。呼ばれると思ってずっとノーやってる。どうもどうも。待てや。ノーええわ、こっちは。タクーさん、いらっしゃい。チハラジュニアさん、いらっしゃい。サファイア、ドルの深夜食堂さん、いらっしゃい。皆さん、フォローよろしくお願いします。バタフライテール、いらっしゃい。じゃあ、ゲストを一人一人紹介していきましょう。じゃあ、ワンタロウから。あ、どうも。ふわっちの。ワンタロウです。ワンタロウです。遊びに来ました。ワンタロウです。インドに旅行に行く配信者です。はい。はい。ウニちゃんマンさんいらっしゃい。じゃあ、テル。青山です。対戦相手です。運動神経抜群。テル。青山ね。テルチャンピンです。あとは、こうや。ふわっちの配信者で最近伸び盛りのこうやでーす。もっと寄るよ。顔映んないと。こうやでーす。ありがとうございます。こうやでーす。リスナーさんは紹介しなくて大丈夫。ともぞ。ともぞ。ともぞ。リアとも、青山のリアとも、ともぞーさん。ともぞーさん、リスナーさんでーす。ともぞーさんでーす。あと、のんちゃん。サポーター。はい、のんちゃん。俺の彼女ののんちゃんでーす。あとね、口だけ番長がね、なんか、コミュ障っぷりの。口だけ番長ってあるの？口だけ番長。口だけ番長。知っとるわ。知ってる？知ってます。口だけ番長。わぁ、どうも。うん。リスナーさんの口だけ番長さんです。空手をやってるそうです。口だけ番長です。今日のメンバーこんな感じ。一番硬いもんね。一番シュッとしてる。男前やし。こんな感じです。今日のメンバー。よろしくお願いします。みんな。おい、高橋克典さんいらっしゃい。わちゃわちゃしとるわな。リアトツバチじゃないよ。ねえ。俺の水どれこれ？はい。
さあ皆さん楽しんでいってください。重いっすね、やっぱり。重いでしょ。 16 オンスで、はい、これシャドウやってると、シャドウ3分間やらせてみようか。ちょっとじゃあ3分間両方つけて、はい、でもう適当でいいから、はい、力抜いていいから素早く3分間動いて、はい、で3分後どうなるのか、はい、要はスポーツとかやってないでしょ。やってないです、はい、だからみんなわかんないでしょ。ちょっとワン太郎で3分間シャドウやらせてみよう。いくよ。 OK、 準備 OK だったら皆さん手を挙げてください。ワン太郎が3分間シャドウやります。 OK だったら手を挙げて。素人がどんな感じになるのか。いくよ、はい、よーい、スタート。はい、やるぞ。スイッチスイッチスイッチ。腕止めんな、腕止めんな。俺が忘れた通り。止まり両手出る。いや、それなんだ、これなんだ。俺が押してたらやってるから、ちゃんとやってるから。今までで一番面白いことをやれる。目の前のあれはロビンソンだ。ロビンソンさんが前に出た。あとだ、あとだ。やばい。チョフチョフチョフ。気になる時間の方は1分45秒。あと1分45秒これ見てください。あと1分45秒これ見てください。どうも。飽きてきた。金払い行こう。それおもんないな。それおもんなかった。腕あかんない。全然おもんない。ちょ待って、腕あかんなくなって思って。ふざけてても腕あかんない。どうまだ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 。パンチかわしてみや。待って待って。俺のパンチかわしてみや。これだ。やばい。じゃ本気やばい。腕痛い。こわ。さあ、あと何歩？あと何秒ですか？無視。無視。無視。30秒前になったら言います。はい。30秒前ラストだから。ラスト。いいよ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 。ちょうどね、これ30秒前。30秒前、行こう。行こう行こう行こう。よっしゃ、これやっよっしゃ、行こう行こう行こう。よっしゃ、頑張れ頑張れ。行こう行こう。よっしゃ、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 ちょうどこれ握ってるぐらいの重さだよ。いや、マジスライス。まあこんな感じになります。帰れ。これは、そうだよ、テルチャンピンの枠では爆笑だから。テルチャンピンの枠では爆笑だよ。ちょっと見てみようか。わらわら。受けてる受けてる。この客層の違いで。はぁとか言って。いやもういいよ。全然面白くねえわ。いや当たり前やろ。和道リスナー280、300人近くドン引きだから。そりゃそうやろ。キッズ受けだよ、キッズ受け、これが。うん。マジで真顔だよね。ただ、ただ適当に動いててもやっぱ重いです。じゃあやろうか。遅くなる。3分。でも和道さんがこれ見せてくれるんですよね。え？軽くやる？うん。つまらねえな。軽め1分。あ、軽め3分。軽め3分やって。軽め3分。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。全然違う。
見え、相手見えるもん。だけマントはいはい次口だけマントついついいやいやこれも青山来るよついついこれついついやろ青山のシャド来るでしょこれいいやら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 しまる早いつ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 いすごいそれは。公園で一人で。ガチやってせいやべえ頑張るよせいせいって言われてますやべえすごい本気でやってる人だ全然あの米層が全然違うよ米違うの全然違うよ違うよ俺の枠見てごらん青山今見るけどほんまやな5秒前ほんまやな14こっちは本気やもん。そう、本気やね。こっち本気だよ。俺の方は。じゃお前が横に映ってしまっとるから。5、4、3、2、1、ストップ。確かに今二人本より面白いとき。あとはコメントには後輩叱っとけって言う。いや、これ後輩説教でしょ、こんなの。後輩説教でしょ、こんな。ついついついとか。すげえ。いやでも、和藤さん、つぼさん分かった。向こうの枠と。あ、もしよかったら無料の鯉のぼりください。鯉のぼりお願いします。来るわ。ほんとに、ここ、ここに来る。ここ来た、来た。来た、ほんとに貼ってるもん。終わったら俺の T シャツ触ってごらん。来た。背中。いや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 。やばいぞ。スラムダンクだよ。いやいや、おい、しし、いやいやいや、マジで。ぬちょぬちょの、ぬちょぬちょの気持ちで触ってくれ。ぬちょぬちょだって。触ってくれ。マジ、マジ、キモってなるから。いやいやいや、もうわかるから。あんま30、30過ぎのお茶のぬちょぬちょの T シャツ触りたくない。無料の。あ、水道向こうにあるからね、あれ。え？でも、ほんとに汗かいてる。そうだって、俺の対戦相手大丈夫かよ、ほんとに。ほんとにイベント大丈夫。無料のツイってない。え、なになになんて無料のツイください。どこが面白いんだよ、それの。極真の人の3分見たいって。ああ。恥ずかしいって。極真はね、多分ね、あの、顔面より下だから、コンパクトに、こういう動きになると思うの。こういう。こういう。こういう。多分そうだよね。極真、もう、こういう感じだよね。こういうね。下打ち分けだから。全部蹴りとか。こういうのぼりありがとう。これは。ありがとう。19時ぐらいで。え、ドルさん来んの？いや、明日の19時。ドルさんいたよ、枠に。おっと。怖いな。すげえな。こんな人とやんの？これは。ルジャビ大丈夫かよ。
分からん。でもテルの方が俺さ20分走って10周ぐらい巻いたよね多分。じゃあ体力は、体力は全然こっちの方がある。体力と反射神経と勝てない。おっさんだもん。効果音が必要やっていう。勝負どころですね。からん、誰でしょう。じゃあワン太郎がサンドバッグになってくれるらしいんで練習しますか。ペイ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 。俺何つければいいんですか。何もつけなくていいね、大丈夫。何もつけない。大丈夫っすか。大丈夫大丈夫。え、ちょっと怖いっすよ、これ。太郎がサンドバッグになる。え、ちょ、どんな感じでやるかとか教えてもらっていいですか。いや、もう病院にそのまま送るから。喫煙者絡んでってやめたって。喫煙者絡んでとかやめて。マジで。いいっすよ。これ危ねえよ、首の。首怖いっすよ、首危ないっすよ、線抜き。線抜きってマジでボコっていい。線抜き。うん。やめたくない。え、あ、仕事、そう、仕事のために線抜き。みんな、鯉のぼりありがとう。そんな、でもさっき青山のパンチ受けたんで俺大丈夫です。どこに受けたの。ここ受けたんで。右左どっちも本気でやっていいの。どうぞ、全然大丈夫です。大丈夫。はいはい、本気でやっていいの。はい、どっちからですか。右で行こうか。はい、じゃあお願いします。でも倒れないよ、16だと、はい、どんな感じだった青山の。ちなみに痛軽いです。痛軽いってことだ、はい、オーバーだわ今の。4割、4割、うん、親口さ二流いったな。お前受け止み、いい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 迎えて、あ、いいよ、うん、いいの。いいよ、上げていいっすよ。上げていいっすよ。上げていいっすよ。いいよ、上げていいよ。ちょちょちょ、どうも。はぁ、あ、ーあ、じゃあ無理。ワンタロウやってみたよ、俺は。え、殴れってこいってことか。いいんすか。いいよ、こんな気かっていい。もう出れないっすよ。いいよ、いいよ。いや、いいよ、試合出れないっすよ。試合出れないのか。大丈夫、肩ね。いいっすか。いいよ、いいよ。はい、いいよ。甘いね。聞かないこんなん。150キロ。ボディーブローかけてた。え、いや、無理。ど素人が様になってねえんだよ。バキで見た、バキで見た。いや、バキで見た、バキで見た。バキで見た、バキで見た。3発ぐらいで終わる。3発ぐらいで終わる。交互もない。交互で。交互もない。ボディーブローはきつい。交互でやろう。ちょっとどんなもん。え、どんなもん。2回殴るわ。え、一発でいいわ。練習付き合ってもらったらいいですか。あ、ちょっと。ボディーブロー。もうちょっとこっち食べよう。俺酒飲んでるからな。顔いったら。あ、全然大丈夫。あかん、ちょっとマジか。あかん、早くやれよ。見てる。めっちゃイラリテで押さえつけて。当たりどこ考える。お前手出したな。出してないわ。お前出してないわ。俺のパンや、俺のパンや。お前さっき手出したな。俺のパンやろ。こんな人が痛むことを俺はしたくないよ。うえ。あの外に行ったんで。お、マジか。うーわあ。やだよ、ドキュンの乗り来たよこれ。うえー、あー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 あ
ょっとアウトロ行きます。雑菌的。インロー行きます。ザ・金的すごいな、やっぱなんかまだアトロイクすごいめっちゃうまないここケースめっちゃうまっちっちゃい杖小さい杖だから小さめの杖やろうふっふってふっふっ何しとんねやってないもう座りながらもし面白いすごいなぁ、でも口だけ番長、すごそうやもん、すごいほんますごいすごい、なんかガードが やってる人だからあの完全にやっとる人のガードやったこれさ、青山さ、蹴り自信あるっつったじゃんあ、もうないな違う、どっちで蹴るのが得意なの右右ちょっと、右さ、これ敵に教えるのあれだからあれなんだけど普通にここ狙ってゆっくり蹴ってみこういう軌道で蹴るじゃんワンステップ踏んででガードの練習したされたことなんか一回こうやってやれって言われたけど、うん、その相手がガードして受けたことあるないちょっと軽6割ぐらいの力で蹴ってもらう俺ガードするから普通に受けるからいいよ痛いでしょいいよあの壊れるよ本当に練習しとかないといいよほら痛いでしょ痛いなで効かないよこっちにお前こういうこういう戦いだからね痛み覚えさせられたぞ今痛いでしょ痛いな本気で蹴ったら壊れるよトーンダウンしやがった蹴りはなし蹴りはなしここ危ないですよね受け覚えないとワンタロンやってみる。え、蹴ってもらう。これはフルの方がいいですか。え、フルで。わかりました。その辺蹴る。モーション軌道だけ。この辺。ここですね。そこいいよ。じゃあ蹴る。前蹴りは行きます。行きます、ね。いいよ。そんな痛いやわ今。前蹴りは絶対だ。いいよ。行きます。ああ。他いつか。いいよ。受ける方がノーダメージで蹴る方これだからね。そんな痛いんですか。じゃ蹴ってください蹴るそっち蹴るこっちは蹴ろうかなじゃあ6割ぐらいの力で受けるよはい6割だよはいちゃんと受けるはい受けますいや受けるんだったら普通にいやそれだと持ってかれるよあそうなんです6割でいいそうですはいガード練習してないやつのやつやってみようかいきまーすやられるぜこれほんと青山うん12割は蹴れないやめ、また出るのやめよやめよ出るのやめよやめたほうがいいいや、怪我するよ、ほんとに怪我するって出たほうがいい出ないほうがいいってだってこっちも、うん、あの、ガードが入ってるからなるほどなんならなんならこっちもだってあれがあるのまあまあまあ、蹴る場所決まってないけど一応練習だからさニックさん痛いよ痛いよ青山はやられる杖やろ配信ある青山はやられる杖やろうわ酒持ってるえ、なに酒飲んでんのちょっと待ってお前カメラに映さないのあれグローブ持ってるこいつトリス持ってるってあいつウーロン茶ウーロン茶かわいいトリス持ってるお前何してんちょっとお前何やねんそれお前なんでこんなんも出てんのこっち来い。ちょ、おかしいやん。お前なんやねん。なんでトリス持ってんのなんでこんなん持ってんのお前。な、な、お前何やねん。何の練習するんですかなんでこんなん持ってんのえ、いいんすか
いやいや、いつもこれで配信してるんで、こう片手に。え、ほんと顔だけ。いや、頼ってくれ。これを片手に飲みながら配信してる。顔基本的になく。俺はギター持ってこいよ、ギター。ギターを持ってこい。え ?6 割くらい。顔面重くしなげてよ。6割。6割、6割殴っていって。いいな。それ折り上げるか。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。考えてない、考えてない、こんな考えてない。いいよ、もっといいよ。倒せ、倒せ、倒せ。倒せ、倒せ。これで倒したらめっちゃおもろい。これで待ったのが、自分の方を倒したらもう笑える。マスピースつけるしゃー、火事になった。何分から倒せ、倒せ、絶対倒せ。お前、ほんま、お前倒さんかったらお前を倒すからな。お前マジで1分からで、はい、お前倒さんかったら俺が今からお前倒すから。何だ今。右しか行くな、もう右しか行くな、右しか行くな、もうで右しか行くな。亀やせい、せいが足りないってダメろって思う。お前倒せじゃん。もう入った、すいません。30秒前。肘いけ、おい、いけ、肘。足はなしって言われたけど、お前、肘はなしって言われたんだから、お前、肘いけ、肘いけや、肘。うわー、つえ。パッティーが入った。いや、だって、クリンチが。クリンチすごい。なんだ、クリンチって。クリンチ知らん。もう格闘やるか。あ、こうやつか。これすごいっす、今。すまない。はい。今の、なんか全力でやらせてもらったお前。6は。6。6本。いや、でも、お前、俺がやめたら全力やったからな。いや。6ぐらいや。6ぐらいな、今の。6ぐらい。いやもう16だと倒れないでしょ、感覚ないでしょ、わかんないっすよ、当たってもなんか、変な感じでしょ、はい、パンチで倒れることないよ、うん、一発いいの入ったね、当たったって分かったでしょ、分かる、顔だけは、うん、鼻出したら持った全然ミスなんすよ、いや、ほんとにいいのミスなんすよ、どうですか、コメントの、ね、うん、ちょっフェンスだけなしみたいな、マジっすか。いや、練習になんねえよ。はい、すいません。俺行くか。え、いいよ。あ、やった方がいいんじゃん。いや、やった方がいい。対戦相手はさすがに。謝れた。俺、たぶん、だって、マジで。3件くらいでいいですか。6割とかじゃないと思う。なんか、8割。いや、もう全力で。全力でいくと思う。じゃあ、俺、手出せないから。グローブがないんだ。あ、俺受けるだけなんだよ。いや、俺攻撃させよ、お前。え、攻撃？いや、わかりました。2割ぐらいに落とすから。俺さ、若干反撃食らいそうなんで。反撃しちゃダメだよ。マウスピースも借りるだよ。マウスピースは歯が、肩が合わないから無理だよ。絶対かわしてやるからね。これやばいね。はやばいよ。避けるのと、はい、パリングで、そう、受けるのと、蹴りは蹴りはなんて蹴りは蹴りは蹴りは軽く全部2割くらい。2割くらい。ありでいいよ。ありで大丈夫。
じゃあ今度逆でやるよ。どうやってやけど、どうやってやけど。やめろって。やめろって。大丈夫？大丈夫。どんな感じから？顎引いて、跳ねて。やめろって。はい、やめろって。わかりました。で、避ける感じ。はい。あ、でもこれ多分、あ、全然違う。これやられる顔と全然違う。で、本番はさ、あそこあるの、スケットギアみたいな。本番ない。早くやるから、はい。手出すね、反撃すんね、はい、手が足りない。おー、痛そう。こらえや、当ててや。ニワニワ。はい。うわ、これ殴られるの超怖え。出せんぞ、お前。避けた。いいね。よく見ろ。見えんぞ。手を下げろ。よう見えるぞ。おい、来たぞ。アンパ入った。15秒前。やべ。14、13、12、11。ダメだね、やっぱ。いや、俺無理。危ない。見え。危ないわ。殴れんと無理。いや、加減してます。危ないっすね。ダメだ。危ない。素人は無理っす。怪我する。ピントがね、ずれてんのはね。ちゃんとずれてんのは。アッパ見えんかったもんね。どうしよう。ちょっと待って。誠意が足りないんだよ。ほんま変わせないから。友蔵格闘技やんちゃそうやと。腰入れちゃうと効いちゃうから。どういうこと？いやでも本当に、殴るだけをかわすって難しいよ。柔道は無理や。柔道本当に危ない。頭。これ本当すごいですね。殴りだけをかわすって。いや、かわせだから顔面ない。蹴りだけ。だから、かわせの場合は、ガードで。いや、顔守らない。本当に下げる。こういう感じなの。手加減してこれ結構重いわ。こういう場で立つ。こうや、はい、こうやってみたら。手加減とか分からないの。こうや、あの、こうやってかわしてみたら。重りとか分かる。それは分かる。分からないから。どんな重りって。取ってあげる。やる？こうやくん。こうやくん多分。こうやが。怪我する。どっちやるの？まだ喫煙者やから。なんで喫煙者は強いみたいな。なんせ喫煙者やからな。殴る役の方がいいんじゃない？殴る役の方がいいんだ、こうやと。そうですね。逆にしよう、こうやくん殴る方にしよう。怪我しちゃうから。ああ。喫煙者の全員喫煙してくるわ。ちょっと喫煙してくるわ。意味ない、これ。練習にならない。全く意味ないよ。まあだけど、配信楽しんでもらいたいじゃん、みんなに。それっぽいの見せないと面白くないから。パフォーマンス的にやってるだけだよ。練習にならん。ジャブ。いいよ、もう一回。それの、もうちょい肩の力抜いて、軽く当てる感じ。そんくらいで、スピード感は出していいから、そう。軽くね。そう。それで、俺の顔面とボディを狙っていいから。はい、で、俺がやるのは、パンチ打ってみて。どこよ、顎。こういう風に、パリングって言うんだけど、いいよ、もう一回打って。こういう風に、さばくから、はい。いいよ、もう一回。こうやって当たらないようにするから。こういう技とか、あとブロッキングもう一回打って、こういう風に、わかる。
こういう風に詰めてくるから、はい、あと振り向きね、こういう風に防御するだけだから安心して。光さんなってます。で、1分10秒前、顔面はやっていいけど、はい、強く打たないで、9、8、7、6、5、4、3、2、1、よろしくスタート。よろしくの、よろしく、あ、はい、よろしく、よろしく、はいはい、はい、素人じゃかなわんわ、もう素人じゃ、もう次の手が分かってる感じですね。ありがとう、ありがとうございます。ロックの手本見せてやるよ。じゃあ1分かかって、はい、小さいね、ちょっとね、ワンサローより小さいね。スタートしたら1分に抜く1リアになってる。はい、ポンちゃん意外とうまい。ポンちゃん結構うまい当てるマジ。本当に威力はない。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、身長差があるから。3、2、1、スタート。のんちゃんすっ飛ばしちゃった。ごめんね、のんちゃん。疲れた。のんちゃんでも顎に当てられるよ。こういう練習できて。なんか立派って言うな。普段一人やからやるやんとか、そういうわけじゃない。休憩しようか、タバコ吸おう。よいしょ。ほんと
当になんかバカにされてるよね俺本当に若い子に。リスナー層が違う。全然違うよね。おじさんバカにされすぎだよ。ほらほらバカにしてるでしょおじさんのこと。怒るぞ出る側の時怒るぞ。のんちゃん強いよ。普通に同じ体重のお女子だったら勝てないよ、あれ。運動神経いいし。グローブないし、道具ないからダメだよ。怪我しちゃうよ。花火ありがとう。ごめんね、のんちゃん。大丈夫だった。うん。花火ありがとう。ボーン。ボーン。運動すると気持ちいいね。うん。今何時間やってる？まだあれだよ。67% だったのが 48% だね。電源。汗はもう絞ったら水が出るぐらい。触ってこな？背中。びっちゃびちゃだから。ほら、やばいでしょ？水浸しでしょ？絞ったらスラムダンクみたいにびちゃびちゃびちゃって出るよ。うん。次回の捨て頃どうだろうね。そりゃそうだよね。35分走ったんだっけ。35分走って、縄跳び9分やって、で、ダッシュ5本。で、軽く。でも、あのメンツじゃ練習になんない。一人だけね、あの、空手やってる、あの、口だけ番長が強いのね。口だけ番長とやるわ。時間がまだあるっつったら弱くなる。あいつらとやると、いやマジでマジで、あいつらとやると弱くなる。顔の肉は俺落ちやすいんだよ。その日にね、あのむくみやすいのね俺、体質的に。体質的にむくみやすいの。弱いやつとやると弱くなるって本当だ。でもね、青山正直やってみた感想、反射神経俺が思ってたよりいいわ。だから油断できない本当に。パンチ軽いけど体力とフットワークの軽さはあいつの方が上だ。だからスタミナ負けしないように走り込まないと。多分ね、次回して頃ね、もっと有名どころが来ちゃうと思うよ。俺も出たい、俺も出たいで。今夜配信歴どれくらいなの？ガチでやったのは、うん、始めたのは3月。3月とか？ 3 月からです。なんで配信始めたの？こう、アクワッチっていうので、あの、支援金がもらえる。金か。はい、うん。それで放送できるのは面白いと思う。はい。ツイキャスよりもすごい、うん、見返りっていうか、うん、そういう価値がつくって放送で、そういうもので。あ、今練習中だよ。今ね、荒野と青山と俺とのんちゃんと、なんだっけ、口だけ番長とあともう一人、なんだっけ、何くんだっけ、ワン太郎。ワン太郎とあともう一人、リアとも青山の、なんだっけ、なんとか。友蔵だ。そう、友蔵さんだ。うん。中堅集会だ。うん。いっぱいいるよ、今日。1、2、3、4、5、6、7人いるよ。荒野最近頑張ってるね。伸びんじゃないの、こいつ。うん。そうだね、天性のセンスはあるね。運動神経、スタミナ、反射神経は圧倒的に負けてる。
避けられるし、カウンターも入れてきたよ、さっき。ジャブに合わせて。だ目がいいんだよ。ただね、パンチもらった感覚、倒れない。うん。パンチ力がない。体重差がすごいから。なんかバチバチの殴り合いやればいいんじゃん。ね。ステコのね、ノーガードで。倒れねえんだから。ふわちのトップに荒野いるよね、最近ね。頑張ってるよね。なんか生活保護受けるとか、なんか歌舞伎町で誰々にぶん殴られたとか。よくやってんだよ。メガネがもう。メガネこれ。メガネ壊されたんでしょ？殴られて壊れました。あ、いやいや、ちゃんと自分のトレーニングはやってるよ。大丈夫だよ。あります、はい。もしよかったら皆さん、フォローアイテムお願いします。フォロー&アイテムお願いします。お願いしまーす。16オンスだったら倒れないね。うん。鼻は潰れるかもしんないけど。うん。ボディも効かなかったもん。ボディ3発もらったけど。痛くもなんともねえ、あんの。いい汗かいてるわ。戻ってきて正解だったかも。なんでもねえよ。だからね、多分喧嘩慣れしてるから高く食ってんだと思うよ。もう喧嘩だろうみたいな。こう本番はね、こんな感じです。あの、俺の枠じゃなくて便所太郎さんの枠でやるから、もしよかったら便所太郎さん見てください。6月10日新木場ファーストリングですね。もう骨折2箇所してます、僕。怪我はしょうがないですね。新木場ファーストリングよろしくお願いします。うん、初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。もしよかったらフォローしてね、よろしくお願いします。和道です。いや、雑誌にも掲載されたし結構盛り上がってるよ。350席ソールドアウトで、関係者含めると400人ぐらい集まるから、超満員だね。地方のプロレスの興行より人集まってるよ。だってミノワマンとか来るんだぜ。ヒカルくんのセコンドミノワマンだよ。やばくない？あのレフェリー、 K1 のレフェリーだし。口だけ番長まだ時間ある？はい、あざ、ちょっと練習もう一回お願いしてもいいですか？はい、お願いします。ミノワマン来るんすよ。うん。そうだよ。本当のプロの格闘家、スター選手。ヒカルくんのセコンドがミノワマン。うん。そうだね。配信始めて人生変わったね。プロレスじゃなくて総合格闘家だね。カタカナでミノワマン。そう。検索したら出てくる。あ、この人かって。わかると思う。結構盛り上がるよ。まずまず。テレビはね、食いつかなかったけどね。テレビ局は。あの、取材来なかったけど。マサトが見たいって、それは、K1 見てください。ミノワーマン強いよね。全然口だけじゃなかったね。よし、トレーニング続けようか。もう行くの？行く、ありがとう。はいよ。なんか楽しかった。練習しろ。楽しかったじゃねえわ。楽しかった。うん。ありがとうございます。はい、お疲れ。ありがとうございます。しばらく東京いんの？しばらくもう、6月いっぱいまで。あ、ほんとに？オッケーオッケー。またなんかあったら。はい。いいよ、じゃあね。あ、あと、リスマンおめでとう。ありがとう。うん。ありがとうございます。はいよ。お疲れ様です。いい。またね。ありがとうね。どこやわ。ワンタロウ？俺は上がります。上がる？はい、うん。お疲れ。すいません、ありがとうございました。うん。すいません、急に。いいよいいよいいよ。ありがとうございます。お疲れ様です。
あれ、掘削番長は？トイレ。さあ、練習続きすっか。口だけ番長何時くらいまで大丈夫かなと。あ、全然何時も大丈夫。そう。ちょっとインローだけさ、うん、覚えたいから付き合ってもらえるとありがたいっす。はい、空手以外何やってた？いや、何もやってないっすよ。ガタイだってそんな体になんないでしょ。あ、でも仕事ですからね。ああ、現場やってたの。現場なんだ。はい。え、もともと東京都の方？いや、大阪です。あ、大阪なんだ。はい。結構集まったね、人ね。なんだかわちゃ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 ね。全然相手にしました。うん。肘ありなんですか？肘ありなんだよ。危なくないですか？危ないよね。肘、膝あり、やばいよね。サポーターなしです。サポーターはあるんだよ。だからよくわかんないんだよね。だからみんな、なんか8オンスにして、肘膝なしにして、そうっすね、キックルールにすればいいのにとか、いろいろ意見が分かれてるね。怪我します。怪我するよね。本当に素人の肘とか危ないかんね。でもね、8オンスでもね、大怪我とかしないよ。ノックダウンはあっても。16がちょっと配慮しすぎな気がする。これ何個ですか？これ16。全然効かないよ。だからボクサーの練習でもつけないって言われてるもん。ああ、じゃあ練習再開します。 OK ですか？練習再開して、お願いします。あ、大丈夫ですか？入りましたよね。入った。すいません。大丈夫ですか？大丈夫。あれがサポーターなしやったら結構。いや、折れる。折れますよね。ケーブクショー、ありがとう。あの、本番だとさ、はい、ここぶつけるじゃん、はい、あの、練習、俺、こっち壊れてるからさ、なんか上げてみて。そう、その辺でクッション入れる感じでもいい？はい、ごめんね。行きます。
さんいるかな。ドリさんいる？ドリさんいるかな。もう始まってるか。コンビネーションやり方忘れちゃったよ。アウトロ行きます。今のでいいですか？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ワンツーローでいいみたい。二の行きます。アウトロー行きます。はい、打てる？冗談ですか？うん。あんまでも使えないですけど。あ、綺麗綺麗。体柔らかいんだね。いや、そうですか。うん。極真？極真です。うん。もっちゃん、水入れてきて。うん、あの上から出る方で、はい、配信誰が好きなの？いや、俺でも結構見てますよ。俺のこと、はい、ありがとう。ヒカルさん、初め見たんですけど、うん、ああ、ヒカルくんなんかよくやってらっしゃるんですか最近？そうそうそう、ヒカルくん仲いいんだよ。で、ずっと見てて、ああ、いいなって。もう31位になって、先週やってるからね。あ、そうなんですか。俺31なんだよ、もうすぐ2位になるんだけど、はい、きついよね、やっぱりその若い子とかだったらさ、はい、あなた走れるじゃん、はい、でも運動したことないし、はい、あのもうニートだから負けるなって、もう絶対前評判絶対負けるって言われてたから悔しくてさ。え、でもめっちゃ綺麗じゃないですか。あのドレさんってわかる？あ、はい、ドレさんに教えてもらって。格闘技すごいんですか？格闘技20年総合。ヒクソンと船木わかる？あ、はい、試合あれヒクソングレイシー交渉したのドレさんの。マジっすか？マジマジマジ、ハッタリじゃなくて。だからもう格闘技界に精通してる人で。でもうちの道場もあれですよ、50歳の人で、うん、もうバチバチいますよ。マジで強いよね、強い人は。本当に年齢関係ない。インアウト、ワンツー左ロー、ワンツー右、オッケーです。次さ、はい、インローアウトロー交互に打ち分けてもいい？あ、うん、あ、まだ休憩で。ごめんね、付き合って。あ、全然大丈夫です。やっぱりやってる人だってさ、受け方知ってるから。もう練習なんで。空手なんかさ、打ち下ろしじゃん。そうなんですよね。そう、痛いよね、これ。うん、すぐ試合がね、きついよね。ありがとう、のんちゃん。
サンキュー、ありがとう。イン・アウトのニッキーさん、ケッキーさんはコツです。パンチは捨てパンチだろ、コンビネーションの場合は。パンプの測ってもらえる、のんちゃん。ごめんね、のんちゃん、付き合って。大丈夫、いいから、いきます。お願いします。10秒前から。いや、5秒でいい。5、4、3、2、1、スタート。お願いします。10秒経過。1分休憩。はい。バッテリーすげえな。まだ 67% からスタートして、まだ 45% 残ってるよ。まだ 45% 残ってる。すげえわ、このバッテリー。何分やってる今日？今日もう何時間やってる？ 1 時間90分、3時間ぐらいかな。練習。
3時間ぐらいだよね、今。前蹴り打ってもらうことって可能ですか？スタジの方がいいですか？あ、いや、靴で大丈夫です。汚れたって全然いいんで。いいんですか？で、本身で当てる感じじゃなくて、ちょんって感じで。で、さばきの練習したいんで。はい、あ、まだでしょ。1分経過。1分経過？はい。右だけ。どっちでもいいっす。5、4、3。本身で当てる感じじゃなくて、素早い感じで。スタート。あ、グローブつけよう。ちょっと待って。10秒。次、ワンツーローやります。よし、1分教えて。何十、30秒くらいで教えて。はい。
秒経過。ごめんね、なんか付き合わせちゃって。全然ガタいいね。何キロぐらい体重？70ぐらいですかね、今。70ぐらいか。タッパが170ぐらい。173です。173。15秒前。70か。いい体。太りすぎたかな、ちょっと。運動好きやん、もともと。大っ嫌いでしたね。大っ嫌いだったわ。5、4、3、2、1、スタート。ごめん、ちょっと息上がってる。インローからいきます、はい、いい、いくよ、はい、30秒前インローいきます。15秒前。14 13 12 11、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ストップ。ポカリないの？それは。それ、じゃあそれ、避け、その隣。楽しそう。あ、のんちゃんの、のんちゃんのみたい。ジュースちょうだい。あ、ポカリ入れます？あ、大丈夫大丈夫、のんちゃんのあるから。ありがとう。キウイジュース、うん、これうまいよね、長めに。ちょっと長めにちょうだい、うん、どうも皆さん、こんばんはです。ご視聴ありがとうございます。うまっ、はあ、超うめえジュース、はあ、ちょっと味濃いけどな、
頑張ります。レンさんありがとう。あと何の練習したらいいんだろう。ワンツーロー前蹴りさばきブヨーンブヨーン。あとは何だ。何やった方がいいかな。ありがとうございます。なんか練習した方がいいのあります？メニュー的に。皆さん、アドバイスありますか？なんか。残り1ヶ月しかないんですけど。高等技術教えなくていいから。基礎練とか1ヶ月で、なんかやっといた方がいいのあったら、言ってください。まあ、走り込みだよな。なんかあればアドバイスください。こうやは帰ったの？何やってんのあいつ、うん、一人配信何やってんの。なんかいいトレーニングあるかな。足がもう棒だよ。前蹴り、前蹴りね。前蹴りは一人でも練習できるからね。コンビネーション、いろんなバリエーション。ね、今のところバリエーション的に言ったら、パンチ系だとワンツー。ワンツースリー、ワンツーワンツー、ワンツーワンツーワンツーっていう、もうクソみたいなコンビネーションなんだけど、こう、ジャブ打って、ワンツーと、ワンツー。で、それをワンツーワンツーって打つやつと、ワンツーワンツーワンツーっていう、その、6まで覚えたんだよ。で、パンチ系はこれで、で、キック系は、ワンツーアウトロ、アウトロー。ワンツーアウトロー。だからそのワンツーでブラインドして、だからワンは距離測ってツーでブラインドすんの。相手の視覚遮ってそのまま打ち下ろし、打ち下ろしじゃないや、下段蹴りで。今改良してるのがワンツーブラインドでインロー。この3つぐらいしか持ってない。本気の殴り合いはダメよ、リスナーさんだから。ジャブ右ローか。ジャブ右ローか。遅いな。ワンツーローの方がいいと思うんだよね。どうなるか。本気の殴り合いは、ドレさんの日曜日のやつでやる。達彦さんと。下段蹴りの練習しようかな。でも、すねくっついたばっかりやがんな。折れたんすか？もう折れてる。剥離って言って、ベロンって、その骨の表面が剥がれるやつらしいんだけど、普段鍛えてる人だったら剥がれないんだけど、だから、ちょっとすねに当たる、うって言ってたでしょ。また剥がれちゃいそうになる。で、あと小指が折れてる、足の。じゃあ見なきゃいいんじゃないですか、怪盗キッドさん。別に僕はあなたにトレーニングを教えてもらいたいなんて言ったこと一言もありませんよ。人に物を教えるの資格がいるんですよ。あんまり調子乗らないでください。僕が頭下げてあなたにお願いしました。ずうずうしいっすよ。ねえみんな。僕はドレさんに教わってんのね。僕が頭下げて俺がお願いしますって言ってる人にしか教えてもらってないのよ。礼儀のないやつ大嫌いだから、突っ込んでろ。
ね、本当だよね。俺は自分とリスナーさん人間関係があって、この人から教えてもらいたいっていうリスナーさんから教わってるけど、何偉そうにね、なんとかこんとかとか言ってんだよな。バカなんじゃないの、うん、そんなにね、コメントで世界最強歌ってんだったら、勝手に格闘技でも何でも自分でやれよ。シャドウやろうかな。はい、アメリカ人いらっしゃい。数秒前、3分でお願いします。はい、お疲れ、ひろみさん。お疲れっす。うん、頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。走り込みして終わりにします。何分走ろうか。何分走る、みんな。あと走り込みやります。
何分やろう。アイテムたくさんありがとうね、みんな。ここ新宿の中央公園ですよ、氷河さん。もう終わっちゃうよ、でも。トレーニング3時間やってるんで。足、ちょっと痛いね。うん。ちょっと痛いっす。10分ぐらいがいいかな。10分、ちょっとランニングしてくるわ。のんちゃん、放送お願い。こんばんは。えみちゃん、こんばんは。ヨゴさん、こんばんは。キキさん、こんばんは。ヒロリンさん、こんばんは。ヒロミさん、こんばんは。ヒロリンさん、はじめまして。コウヤくんと並んでみてだってコウヤくんとコウヤくん、どうも。うん、あ、すごい顔が認識されるんですね。うん、身長いくつぐらい。163です。じゃあ10センチぐらい違う、はい、あ、そうなんですか。うん、10センチぐらい違うね。すごいカメラですね。そう、なんか似てる。親子で。うん、こりゃ何しとんねんって。いや、俺は、僕はあれですよ、トツをさせていただいたものです、うん、はい、トツをさせていただいて、わざわざ、あ、つないで、じゃ、はい、付き合いのね、7分40秒させていただいて、ほんと感謝してます。しゃべりの練習で、じゃ、はい、しゃべりもね、ほんと間近でワドーさんを見たときに、すごい配信がね、配信のプロだなって思ったね。すごいなんか話が続くよね。俺が年齢は関係ないのかな。親子ね、何しとんねん。ありがとう。うん、怒られてたのは、怒られてたのはリスナーさんでしょ。10分50秒。変えな。いや、俺は特に予定がないから、いさせてもらってるだけだよ。すごいな、225人もいる。すげえ。すごいな。みんな寝ちゃった。うん、ありがとうございます。ポンズ大好きさん、ありがとうございます。ワードさん見えなかったら誰だよね。あっちになんかすごいね、カメラアングルがちゃんとしてるよね。10秒。よいしょ。こんなすごいの潜ってる人がいるんだ。すごい。無意味じゃないよ。居場所は人間の居場所なんてどこにあるんだよ、そもそも。
人に居場所なんてあるのかい。人は皆生きるときは一人で生まれ、死ぬときもまた一人で死ぬ。5分6秒、はいよ。ロッカー歌えとか言って。いや違うよ、ないだけじゃない。わしはね、どこにもないからね。あるようでいて、それは幻想に過ぎないんだよ。たとえ居場所があるとね、自分で思い込んでても、それは幻覚、幻想、思い込みだよ。4分17秒。深い話になってる。八重子ちゃん？ん？謝ったよ。あれはやりすぎただけだよ。俺もまだ、道ってものをね、分かってないので、道っていうか、なんていうの、スタイルか、スタイル。綺麗な蹴りだね、ミドル。綺麗に蹴るね。3分25秒。タイム測ってるのは、ちゃんと謝った、ごめんなさい。タイム測ってる女性は、和道さんの彼女さんです。もう番になんないよ。勝手にそれは言われたの。ストレッチしないと。37秒。信頼関係が大事だからね。それを裏切るようなことはしちゃダメだ。もうマッチマッチだよ。1分46秒。嘘にまみれたあれだった。配信ってなんか、お疲れ様です。何が本当に何が嘘か分かんなくなるよ、ずっとこうやってると。配信をやっていると。だって切れてる時だってあくまでゲイでしかないですからね。57秒。すげえな、プロ。すげえ、これいいパソコンかな。何を言っとるんて、だから配信は何が本当に何が嘘かってね。
やってんの、声が繋いでもらってました。あ、繋いでた。よいしょ。みんなお疲れ、みんなお疲れ。ストレッチして帰ろう。作り切ったことやんか。わたつ、あきおさんはどつです。ん、ひやさん、あきおさん、あきおさん、あきおさん、わたつ、どうも。みっちりやったね、4時間、うん、みっちりトレーニングしたね。これ、試合まで毎日やればなんとかなるだろう。スタミナはなんとか。スタミナなんとかなるだけでか、ね。あ、バカプレゼントありがとう、イレブンさん。お久しぶり、頑張ります。仏さんだ。今、接待からは、帰宅。和藤さんいない。ここにいるよ。タイムラグかな。ね、埼玉どの辺なの？裏、南浦和。あ、浦和だ。はい。お腹、いやいやいや、そんな一日じゃ絞れないですよ。こっから絞り込みですね。お疲れー、嫁さん。お疲れっす。25% で、25% 消費で4時間か。ってことは、4×25% 消費だから。25% 消費の4時間だから、死死、16時間は放送できんのか、このバッテリー。いいね。そう、充電できた、はい、何パーになった、はい、あ、いいよいいよ、まだしてていいよ、まだ何パーになった。今 42% です。あ、本当に、もともと何パーだった。もともとはもう 10% 以下でした。あ、本当に、よかったよかった。多少充電できたね。ありがとうございます。こんなとこに充電所がまさかあると思う。今日も練習やってるから充電しに行かないと。すげえ助かったよ。ねえ、何、筋トレもやってんの？ちょっとだけ。胸筋いいね。
こいいね。胸筋みたいのついてるじゃん。俺のは脂肪。ダンベルで鍛えた。ダンベルで鍛えた胸筋が。温めないと。でも豚肉、豚肉うまいよね。なんか豚肉がいいって言ってたよ、疲労回復に。うん、人間の体は豚が、鳥が一番合うんだっけ。鳥と豚がいいんだよね。うん、本当のお酒の匂いがした。お酒なの。それ何？ニッカ、ジャック。トリスです。トリスか。はい、あれか、あの、なんだっけ。ヨシタカ。ハイボール。ヨシタカがやってんのもそれで、トリスだよね。ヨシタカユリコ。ああ、はい。それってウイスキー？ウイスキーです。ウイスキーを飲むの。これが一番コスパがいいので。安くて。ウイスキーうまいよ。悪酔いしないし。ジャックダニエル。まあ、ジャックダニエル。うまいよ。僕も一番好きだ。飲みやすい。世界中どこでもあるし。苦い。苦くない。苦いよ。苦くない。すごいっすよ。苦い。あ、でもお酒は全部苦い。え、地面についてる。ナメクジみたいになって
今育児おじさんの。あ、みんなお疲れ様って言った。残り7分です。残り7分か。うわ、すげえすげえすげえすごいよみんな、地面がナメクジみたいになってる。やばいよ、汗で。見る？うん、いいよいいよ。あ、洗濯するから。はい、のんちゃん。ナメクジおじさんだよ、うん。今ストレッチしてた場所ここ。やばくない？みんなありがとう、アイテムありがとう。お疲れ様ね。鯉のぼりもありがとう。無料アイテムぜひお願いします。ほら、ここ寝てたところストレッチやってた。やばくない？やば。笑うよね。鯉のぼりゲット、ありがとう。鯉のぼりぜひお願いします。アイテムお願いします。アイテムおなしゃーす。バンテージお願いしてもいい？笑うわこんなの、うん。もしよかったらフォローもしてってください。お願いします。フォローもお願いします。臭いからバンテージ洗わないと。フォローありがとう。フォローよろしくです。みんな鯉のぼりありがとう。ありがとうね。無料アイテムありがとう。延長チケットたくさんいただいてすみません。ありがとうございます。あざーす。フォローもたくさんありがとうございます。みんなありがとう。応援してくれて。和道さんから見て荒野は有望な若手になりそう。俺は伸びると思うよ。これからだね。3年続ける根性なかったら配信者は続かないから。3年後どうなってるのか楽しみだけど、うん、この子はセンスあると思うよ、うん。俺は才能はあると思ってる。ただ才能なんて努力に比べたらクソみたいなもんだから。才能あるやつはみんなやめてったよ。好きかどうかじゃん。そう、辛い時とかでも配信回せるかどうかじゃん。ああ全部をネタにできるかどうかじゃん、はい。辛い時苦しい時リスナーさんとそれを共有できるかね。フォロワーどれくらいいんの今？今3月から始めたんでしょ？1ヶ月ぐらいか。その前から、まあ、ちょくちょくは、うん、まあ、年に何回かやってたんですけど、本腰入れたの3月から、はい。今どれくらいいんだろう。今どれくらいですか？今462人。いいね。1ヶ月で462人は、うん。これからの子だよ。3年経たないと分かんないよね。
誰が好きなの配信者は。配信者金梅さん。金梅なんだ。やっぱりみんな金梅って言うね、こういう時ね。僕のあのティーンの時に、10代の時に金梅さん見てた。おー、金梅キッズ多いんだよ。金梅キッズ。メモレイも金梅キッズだしさ。すげえな、やっぱ。それでなんか配信を始めようっていうのがあります。ああ。ありましたね。金梅さんもうあったの。ああ、一回お会い。一回あった。リスナーの時にお会いしました。配信者としてね、絡めるようになるとね、いいね。はい。うん。コラボできるようにね。じゃあ皆さん、そろそろお別れします。お疲れ様でした。4時間練習枠でした。すいません。3550名、今見てる人は176名の皆さんありがとうございました。ね、たくさんリアトツが来て盛り上がりましたけど、基本的には、あと、練習、試合までね、37日かな。あと37日だと思います。あと、リアトツがたくさん来たので、56名になりました。リアトツもありがとうございます。うん、捨て頃まであと38ってなってるけど、多分38もないっすね。日が明けたんで。うん、皆さんお疲れ様です。また、見に来てください。インバイさんね、ニコ生時代俺もよく見てたよ。みんなありがとう。フォローしてくれた人もありがとうね。ぜひ、これからの人、初見さんもフォローしていってください。お疲れ様。バッテリー最高だったね。バッテリーのテストも兼ねてたんだけど。バッテリー、問題なく使いました、これ。バッテリーね。このバッテリー。5万円しました、このバッテリー。うん、お疲れ、仏さん、ありがとう。じゃあ、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。